三浦会長とね、竹野内さんのこう不仲説ありましたけど、以前もうなんか仲良さそうな感じもしてるんですけど、どうなんですか？でもね、全然馬鹿怖えわ。馬鹿怖いですよ。全然お話ししてないし、会ってないんですよ、はい、うん、会ってないから、その仲良くなって、もともと仲悪いわけじゃないんで、僕があの一方的に共演を NG してしまっただけなんですよ。でももう解除したんですよね。解除しました。あの竹野内さんもプレマトロ戻ってくるじゃないですか、うん、戻ってきて、あのあと竹野内さんもなんかあの動画で、僕もインフルエンス的なことをやめますみたいなこと言ったじゃないですか。いろんな人のことをああなこと言うのやめます。あ、そうですね、他社のことを批判したりとか、はい、そうなんですよ。僕がその一緒に出れない理由は、いろんなことを言う方なんで、僕の周りの人のことを言われるの嫌なんですよ。僕もそのいろんな人たちと仕事してて、そういうことを言われると間に挟まれたくないですよ。間に挟まれたくないですし、そもそもあまり好きじゃないですよ、そういう、竹野内さんが。いやいや、違う竹野内さんのこと嫌いじゃないですよ。竹野内さんの面識はほとんどなかったんで、だから人間的に嫌いじゃなくて、そのインフルエンサーとしてのやり方が僕と合わないから、で一緒に出れないかなっていうぐらいのスタンスだったんですけど、最近確かに竹野内さんもそういうのやってみたけど、あんまり性に合わないやとか、あんまり良くないやって言って、うん、やめて番組のシリーズ作りとかしてますよね。そうなんですよね。空の壁とか。その方が僕健全だなと思ってて、うん、あのご自分のなんかアピールするいい部分っていうのをしっかりもっと出していけばよくて、竹内さんのいいところもっとあるのに、うん、なんか悪いところが出ちゃってるなと思ってて、うん、いいところどんどん出す動画を作っていくんだったら、もう全然協力したいんですよ。僕知ってるんですよ、真実を。なんですか、竹之内社長の真実。あるんですか。いや、僕竹之内さんがレオントラに初めていらっしゃった日に、あの僕もいてよくいるじゃないですか、僕、はい、でお話させてもらった時に言ってたんですよ。あの40代で初 SNS ですって言ってたんですよ、うんうん、で YouTube もこれから始めたいし、うん、Twitter も始めたばっかですみたいな、うん、好奇心旺盛じゃないですか、うん、だからもうその自分で多分全部試してみないと気が済まないっていうか、それもだからこう楽しくていろいろやってみてるっていう中で、顔広いんで三浦さんめちゃめちゃそうなりますよね。YouTube とか SNS で誰かの話題とかした時に言われた方が嫌じゃないですか。僕も SNS の武力持たない派なんで、あの分かります。それトライアンドエラー、そうか、トライアンド、なんか僕全然竹野さんのこと嫌いじゃないし、優秀だと思ってるし、トライアンドエラーしていいこととトライアンドエラーしちゃいけないことってあると思ってて、自分で何かを新しいことを始めて、自分だけがその失敗してリスクを負うぐらいだったら、はい、トライアンドエラーっていいことなんですよ。トライアンドエラーって例えば、極論言うと、人殺したけど殺してみて気づきましたっていうトライアンドエラーはダメじゃないですか。極論そうですね。極論と、はい、それがだんだん段階的にあの軽くなっていって、人の悪口を言って人を傷つけてから気づきました、これもトライアンドエラーしちゃいけないトライアンドエラーだと思ってて、それは事前にそうしたらどうなるかってことを考えなきゃいけないなと思ってるから、そういう意味ではね、そのトライアンドエラーではないかなと思ってます。まあ、なんか最初からそれを試そうと思って試したっていうか、なんか SNS やって頑張って配信してたら、最初は他者から攻撃を受けて正当防衛的にそれが始まっちゃった印象がありますね。誰とは言わないですけど、なんか有名なご意見番の方に、そうですね、ね、攻撃されて、その正当防衛的な感じで始まっちゃって、それがなんかまあ一時的な注目をやっぱり集めるじゃないですか。それでもっとそっち系やってみようかなみたいなのあったかもしれないですね。ただまあでも SNS って全く誰も敵に回さずに平和にやるってエッジ効かないじゃないですか。確かに結局は不可能ではありますよね。だから一歩踏み出さなきゃいけなくて、その一歩踏み出した先に、まあ、たまたま三浦さんがいたから、うん、最初ね、うん、ああなったけど、まあでもあのぐらい踏み出しをしないと多分うまくやっていけないんでしょうね、ある程度短期間で伸ばそうと思ったら。これって僕も常に葛藤してるんですけど、さじ加減問題で、僕もその攻撃はしないけど、その何かの件について意見を言ったりとか、誰かのことについて意見を多少言ったりとかはあるんですよ。攻撃にならないように配慮しますけど、自分がその経営者としては本来あるまじきって思う人もいるような、そのひょうきんなこととか自分の会社の情報を公開しまくったりとかして、まあ敵も味方も増えるみたいな、やっぱり前に出て何かしたらある程度何かはこう失うことっていうか、キラーになっちゃう人もいるっていうのは覚悟しなきゃいけないっていうか、とは思ってるんですけど、そこのさじ加減って非常に難しいっていうか、リスクリターンの話で、なんか
結局一回答えが出たかに見えて、またその環境が変わって有効ななんか手法っていうのも変わったりとかして、三浦さんは多分そのいつの世も変わんないようなことをこう大事にしたいみたいな思いが強いですよね、きっと。三浦会長とかも結構そのね、最近バズり始めてますけど、誰も傷つけてない、傷つけずにこう伸ばすっていうのを心がけてらっしゃるじゃないですか、はい、でもまあ僕とか結構傷ついてるわけですよ。いや、なんで正直被害妄想、被害妄想だ。ああ、なるほどね、はい、あまりのやっぱり大きな存在にはやっぱりどうしても影ができるんです。いや、影の影の影になっちゃってるかな。影ハッピー、ああいう影ハッピー、ああいう影ハッピー。モテキさんに当たるはずの光だったのが僕の影になっちゃった。すいません、モテキさん、僕も太陽キャラです、すいません、はい、俺も結構日向歩いてきたつもりだったけど、2人の前だと霞むな。いやいや、もうそれちょうどなんですけど。